はい、えー、どうも、こんにちは。たっかきっちです。さあ、超ドラゴンクエスト 10TV。さあ、どんな情報があったか、今日もね、まとめを紹介したいと思います。が、まあ、今回ね、YouTube のね、概要欄にもね、書いてあった通りね、プチ情報がございますと書いてありました。まあ、その名の通り、本当にプチ。もう、プチもプチの情報でした。 ま、安西さんからも、始まる前から安西さんもね、今日は一切情報はございませんとね、もう逆にね、すがすがしかった、言い切って。うん。あ、ちょっとはね、多少はあるんじゃないかっていうね、まあドキドキ感があったんですけど、本当に何もなかった。今回ね。ま、ただ、なんでじゃあ今日は情報ないんですかねそれは考えてくださいっていうね、含みのあるね、え、内容の話もね、されておりました。 僕もねライブをしながらねリスナーさんと一緒に見てたんですがまあその内容はおそらく例えば TGS で情報を出すためだとかまあ雑誌でね、まあ、ジ v ジャンプだとかジャンプだとかまあそういったね先行情報を載せるためにまあ今回はね超ドラゴンクエスト 10TV では情報流さないということなのかなっていうねまあ考察もされておりましたえじゃあ今日はまとめ動画何のためにするのということなんですけどもまあ 次あるね、トリニティの、まあ、報酬だとか、まあ、トリニティのね、あのー、期間をね、見て、アップデの予想日はこの日なのか、っていうことと、まあ、ちょっとだけね、ちょっとだけ7.2のね、情報があったんですよ。うん、コインボス関連で。まあ、そういった話だとか、提案広場で生アンサーでね、面白いものがあったり、一時期ね、とある、えー、配信者が行った行為、 の、えー、まあちょっとねえ、ちょっとプチ炎上仕掛けたのかな、その内容。僕ちょっとね、よくわかってなかったんですけど、まあそういった内容をなんと運営さんが取り上げてくれて、まあその、それに対してのね、回答をね、述べてくれてました。まあなので、まあそういったものをね、ちょっと今日はご紹介していきたいと思います。 さあ、まずは第10回バトルトリンティー対抗戦。まあ、7.1でね、モンスターバトルロードを除くね、コンテンツはもうこれしか残っていません。まずは報酬のね、えー、っと、ドルボードですね。まあ、二人乗りなので、無料で、二、えー、人乗りのね、ドルボードが手に入る、えー、チャンスなのでね、ぜひね、あの、二人乗り用のドルボード欲しいよって方は、ぜひこの時にトリンティー参戦してみてください。ちょっとなんかね、あの、色がさ、 色がなんか、おじいちゃんが、あの、日向ぼっこしながら、お茶を飲むようなさ、そんな色してるんだけど、ね、なんかちょっとくすんだ色っていうか、この色、僕、あまりちょっと好きじゃないんだけどな、ぷくりポラの、ピンクっぽいやつあったよね、あれは可愛かったけどね、ちょっとなんか、ご連敗を感じるような、この、色が、なんか、そういうのは第一印象でしたね。さこちらがね、今回追加されたね、各ご種族のピアスですね。 うんこれコメント欄見てたらね、評判良かったですね。花の妖精のピアス、花妖精のピアス。これがね、可愛いって人大人気でしたね。うーん、まあ、あのおしゃれにね、遠藤井高吉なんかはね、どうせつけないだろうからね、もらってね、プーンってね、捨てるぐらいだと思うんですけど、まあ、興味がある方はね、これやってみてはいかがでしょうか、ピアスね。はい、そんなバトルトリニティ対抗戦。 開戦が10月8日火曜日から、そして後半戦が終わるのが10月20日日曜日まで。ということで皆様。はい。これを見ると、まあ大体ね、こういう最後のね、イベント、期間限定のイベントが終わった、えー、その週か、その次の週にね、アップデがあるんだと思うんですよね、毎回ね。なのでこれで言うと20日の このね、日曜日に終わって、早くて23日に7.2が来るかもしれないということですね。まあ遅くても30、31日にはね、本当にあるでしょうね。うん。で、おそらく、えっ、ー、と、もう一回ね、えー、ドラゴンクエスト 10TV がやると思うので、それが、えー、9日、10日、もしくは16、17にね、あるんではないんでしょうか。 うん、10月中にね、7点に来そうですね、これ。良かったドラゴンクエスト3の後かなってちょっとね、一瞬思っちゃったね。えー、11月14日か、14日以降にね、えー、7点に来るんじゃないかというね、不安もあったんですが、まあ、これを見る限り多分おそらく10月にはね、後半にはアップデーが来るんではないんでしょうか。 まあ、といったようにね、バトルトリニティー対抗戦が終わりにかけてね、アップデーがね、来ると思うので、皆様、えー、楽しみにしといてください。はい、てことでね、まあ、いつもね、あんまり提案広場に生アンサーね、ちょっと取り上げないんですけども、まあ、今回ね、ちょっとこれで終わったら尺の関係、あ、違う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 、あの、生アンサーにね、ちょっと面白いね、案件が書いてあったり、まあ、 一時期ね、ちょっとあの、僕のライブでも話題になったね、あの、配信者の、とある配信者の行為がね、あの、運営さんに取り上げられたのでね、ちょっとご紹介していきたいと思います。まずはこちら、すごろく寝落ち対策をしてほしい。オートマッチングですごろく遊んだら、寝落ちする人と遭遇しました。5分待つのが苦痛です。何らかの対策をしてほしいです。っていう内容ですね。 これね、すごろく関係やってる人、まあ特にね、ノラのオートマッチングでやってる人ね、まあ感じた方も中にはいるんではないんでしょうか。もう僕もね、たまにね、昔やってたからね、あ、寝落ちしたんだなっていう人、まあ待つのもね、結構ね、まあ苦痛な時間があります。これちょっとね、わかる気がするんですが、まあ運営さんからのね、見解としては、まあ寝落ちをすることは悪くないっていう感じですね。ただ、 寝落ちとはね、全くね、異なる話なんですが、まあ、運営さん的には、放置する人、まあ、パニガルムだとか、邪神だとかね、たまに、えー、防衛軍だとかもね、オートマッチングで言ったらね、何も全く動かしてない、まあ、放置民っていう方がいるみたいですね。うん。まあ、そういった人に対しての対策はね、寝るみたいです。まあ、どういった対策かというのはね、あの、それを言ってしまうと、またそれを対策して、放置民が増えるんじゃないかということで、 まあ、その対策に対しての、ね、お話はされなかったんですが、まあ、その今後、ね、この放置する方に何らかの、ね、ペナルティがあるんではないんでしょうか、はい、続いてはこちら、ドドンコインボスは勝てるか勝てないくらいの強さにしてほしい無動以来コインボスが弱くなって正直楽しくないです昔のように強くて勝てないこともあるひりつくようなバトルがしたいんです。 コインボスは勝てるか勝てないかくらいの強さで、勝てない人向けに弱メダル交換を実装してほしいということで、多分おそらくこの人はね、あのー、そのエンドコンテンツのバトル,ルをイメージして多分言っちゃってんだろうね。これね、一時期ね、僕もね、思ったことありました。コインボス弱すぎ問題。昔ね、三悪魔がね、あのー、倒せるか倒せないかっていう、 ねあの、ピリついたバトルをちょっとしてたんですけどね、高吉うん。三角馬がね、めちゃくちゃ面白かった。うん。あの、あの時のコインボスがね。ま、今なんかは、勝って当たり前だし、サポート討伐でも当たり前というようなね、流れてるよね、風潮がね。うん。ただ、やはり運営さんの見解としては、 まあ、コインボスって、まあ、いわゆるエンドコンテンツ、バトルのエンドコンテンツの通過点の、えー、ものと、と、えー、思ってるみたいで、まあ、コインボスはね、さらにね、ゴールド、まあ、コストがかかるものなので、ここでエンドコンテンツみたいにね、もしかしたら負けるかもしれない、えー、負ける確率が高いかもしれないっていうようなね、あの、コインボスにはした、まあ、誰でもね、気軽に挑戦できるような、えー、ボスバトル。で、 まあ強さとしては、5段階評価のうちに、3.5から4の間のね、強さ段階で作るみたいです。初めて聞いたよね、この段階、5段階の強さで。で、聖守護者が5段階のうち、強さが5みたいです。トカビトが,が4.5から5の間の難易度で作ってるみたいなので、どうしてもね、聖守護者とかね、トカビトみたいな強さ5。 の、えー、難易度を通してコインボスを楽しみたいなら、まあ、自分自身がね、調整して、まあ、例えば縛りを入れたりね、やるような、ね、えー、して、して、えー、戦ってくれればいいんじゃないか、っていうようなね、感じでしたね。 まあ確かに、昔って、ええー、トガビト、まあいわゆるレグナードが来るまでは、まあ基本的にエンドコンテンツってなかったよね。バ,バトルを楽しみたいんだならコインボスっていうイメージだったんだけど、今だとね、聖守護者、えー、トガビト、ね、そういったようなね、えー、エンドコンテンツがあるので、まあそれをゴールとして考えたら、まあぶっちゃけコインボスは通過点、中、 途中の続か点なのでそれでつまずくようなねボスの難易度を作ると多分心折れちゃってバトルが苦手な人ってやめてっちゃう可能性があるんだよねうんなのでまあね手軽にねコインボスぐらいはねあの倒せるようにまあそれ言うても究極邪神はね結構強い方だと思うんですけどねっ、まあ、ていうようなね運営さんの見解があるみたいなのでコインボスはね今までのようにね、えー、難易度でやってくみたいです。 そしてここで安西さんが口を滑らせたのか、まあ言ってもよかった情報なのかわかんないですが、次のコインボスは結構強めです。というね、情報がくれました。まあたったこの情報なんですけど、次のコインボス、7.2でコインボスが出てくるってことですね。いや、楽しみだ。どんなアクセルを落とすんでしょうかね。 ま、戦闘中死亡時間に応じた経験値減少をやめてほしいという提案ですね。戦闘中の死んでる時間で経験値を減らすシステムをやめませんかパワーレベリング防止の観点で取り入れ,れたと思いますが、個人的にはパワーレベリングでもできても良いと思ってます。試練のもんだけでもやめてほしいです。といったようなね、内容でした。 運営さんからの見解としては基本的にね死なないようにプレイしていくっていうのがねあのドラゴンクエスト10の、えー、レベル上げのやり方みたいですねドラゴンクエストシリーズのね全滅したらお金が半分になるっていうシステムもまあオフラインならでは うん。オンラインで、まあ、それを取り入れるとね、ちょっとね、あの、後々辛くなるんじゃないかということで、まあ、鉄の金庫のクエストを入れて、そのシステムをね、なくしたみたいなんですけど、まあ、さすがに経験値はね、死んだ人に対して経験してないのに、経験値入ってどうすんのっていうね、まあ、そんな感じなんでしょうね。デスペナルティとしてね、あのー、このペナルティは残していくみたいです。まあ、あとは、えー、放置対策。いわゆる、ね、あのー、何も操作しなくて放置するだけ。 っていう事態と、あと、まあ、パワーレベリングの防止を兼ねてやってるみたいですね。さあ、続いてこちらの提案。マップに、この、えー、このマップに出現するモンスター欄を追加してほしい。目当てのモンスターがどこにいるか分からず、探すのが面倒時間をロスするので追加してほしい。理想。 1. 1このマップに出現するモンスターを選択。2. 各モンスターが表示される。3. 目当てのモンスターを選択。4. モンスター図鑑が開かれるもしくは出現範囲を確認できるということで。まあ、要は、あの、マップ上で、え、モンスターが、この場所にね、このモンスターがいる、このモンスターがいる、ということを表示させてほしいっていうね、内容ですね。んこれね、僕も最初一瞬、最初の方、あ、これわかる。 って思ったんだけども、まあ、運営さんからの見解としては、やっぱりね、そのモンスターを探すのも冒険のうち。そして、えー、人マップに対して10種類、もしくは多いと20種類、えー、モンスターがいるみたいだから、それを表示するのがすごく大変。ということで、まあ、これはちょっとね、あの、ないみたいですね。まあ、意外に共感されるのかなと思って、ドラゴンクエスト 10TV のコメント欄見たら、甘えるな。 そんなもんサイト探して自分で探せって言ったようなね、結構ね、辛辣なコメントが多かったですね。うん。ああ、やっぱりそれを楽しんでやってる人が結構いる、いるんだよね。はい。続いてこちら。フィッシングコンテストのピタリ賞について。まあ、内容は、天井システムを追加してくれ。という内容でしたね。まあ、この天井システムっていうワード、最近めちゃくちゃ聞きました。最近ってより結構前かな。1年ぐらい前から。 かな、防衛軍の、えー、ガチャのね、話で、かなり話題になりましたね、この天井システム。フィッシングコンテストのピタリ賞が1000匹以上つっても出てこない人たちがいる中、 一本目の一回目で出る人もいれば、ぴたり三匹出た人もいます。どういう確率になってるんでしょうか五千匹までに出るという天井システムを追加することは難しいんでしょうかということでね、あのー、まあ、そんな内容になってるんですが、えー、運営さんからの見解としては、あのー、作業になるから、天井を作ると作業になるから、そのイベントを楽しめないんじゃないかということで、やらないみたいですね。 いやー、ちょっとね、個人的にね、個人的な意見になるんですけど、運営さんよく言ったって思いましたね。うん。確かにね、僕ね、天井システムっていうシステムはね、正直ね、いらないと思うんですよね。例えば、まあ、防衛軍もそうなんですけど、属性盾が欲しいから通ってます。でも、なかなか出ません。それに天井をつけてください。どう思いますか高吉さん、それってって思われ、言われるんですけど、よく。ん、結局さ、 だからこそパルプンテでできた時に高額で値段で付けれるし、だからこそドヤれるんじゃないかって思うんですよね。オンラインの、あのー、いいところっていうか、オンラインゲームの良さっていうのは、人が持ってない装備を持ってるから羨ましがれるからドヤれるっていう部分もね、オンラインの良さなんではないかと思うんだよね。だからこのフィッシングコンテストも、ピタリ賞、今回僕あのー、釣れなかったです。ぶっちゃけ1300匹ぐらい釣ったかな。 なんだけど、釣れなかったんだよね。さらにコロナっていうね、あの、病気もかかってしまって、最後の方をね、参加できなかったねちょっと悔しい思いしたんですけど、それでもね、天井システムを追加してほしいと思わない。うん。釣った時にどやれるから。あー、取ったよ、僕、みたいな。うん。だからこそ、マンタもみんな取りたいんじゃないかなと思うんだけどね。だったら、みんなも取れるようだったら、マンタ欲しいって言わないよね。だって、あんな見た目の魚のね、ドルボード、 欲しい、常に乗りたいって思うよね。もっと可愛いドルボあるもんね、他に。うん。だけど、あえて何が、何で欲しいかというと、誰もあんまり持ってないからっていう、この希少価値にね、あの価値があると思うので、そういったものを、 天井システムを作っていくと、オンラインの良さがなくなっちゃうんじゃないかって僕はちょっと思うんですよね。まあ、なので今回ね、まあ、個人的な意見ですよ。個人的な意見なんですが、この天井システムをね、あのー、入れないっていうのはね、運営さんいい見解だなと思いました。ちなみに今回、旬の魚が釣られた総数が3000万。約3000万匹全体で釣られたみたいです。その中で、 2万5231匹のピタリ賞が釣られたみたいですまあ確率で言えば1200匹に対して1匹釣れるかどうかでも確率なのでそれが1200匹に対して1匹釣れる人が3人に1人にいるみたいですだから3人のうち1人は1200匹だろうが釣れない人もいるし、えー、3人のうち1人は が2匹3匹釣れる人もいたよっていう人もいるみたいなので本当に確率ですねうんまあなので目安としては1200匹のうちの1匹釣れるんじゃないかってぐらいですねいやー1300匹頑張って釣った僕は相当運が悪い方の部類に入ると思います来年こそ頑張って釣りたい これね、運営さんよく取り上げたなとちょっと思ったんですけども、王家のお出かけ迷宮にスキップ機能が欲しい。うん。いや、たださえちょっと便利だのは分かってますよね、皆さん。ね、あの、ゲーム内でやるよりは、超お出かけ便利ツールでやった、あの、オーの迷宮、かなり便利ですよね。 僕は、まあ僕は個人的には満足してるんですけど、さらに、えー、上を行く人がいました。冒険者のお出かけ超便利ツールのオーケのお出かけ迷宮で、アンルシアが走る死をスキップしたいですっていう、どんだけめんどくさがり屋なのっていうね、どんだけゲームをやりたくないのっていう、もう何もしたくないんだろうなっていう、なんだろうね。それぐらいの思いなんだろうね。 別にちょっとね、あの、王家の迷宮走るアンルシアの時間って、まあ、長くてもね、ね、5秒、5秒、5秒、6秒ぐらいだよね。それも、さえも、ね、めんどくさいっていう、スキップしたいっていうね、すごいなと思った。うん。いやー、提案刑事マンっていろんな人がいるんだなっていうのはね、ちょっと思いましたね。 はい。そして最後にこちらね。これね、僕のライブでもね、結構ね、話題になりましたね。ちょっと何のことかね、僕何、全然わかんなかったんですけど、配信禁止サーバーで、とある配信者が、声だけの配信する行為をやってたみたいです。要は、画面を、まあ今だったら、あの、ID つけないといけないんですよ。ID つけないと、まあ、バンになってしまうんですよね。うん。で、それで、 えーまあ、配信サーバー2021以外のサーバーで配信をしたい、配信行為を行ったっていう配信者がいたみたいなんですよ。うん。かなり盛り上がりましたね、あの時、あの、高岸ちゃんどう思うこれ、ダメだよねっていうね、あの、まあ僕にもね、意見を求められた、えー、コメントもあったんですけども、まあそれがね、なんと運営さん、取り上げましたね。 びっくり。かなり運営さんの方でも話題になったみたいですね。うん。配信禁止サーバーの様子をゲーム内の画面や音声は配信せずに自身の声だけ配信実況する方がいます。はい、画面を映し、映していなくても配信するなんであれば配信 OK サーバーでしてほしいです。配信禁止サーバーで安心して遊びたいです。まあ、といったような内容ですね。まあ確かにね、 あのー、配信サーバーって何の意味に作られたんだってなりますもんね、そうなるとね。まあ、運営さんとしてはね、やっぱり把握してましたね、うん、見解としてはあのー、やっぱり言ってた通り、先ほど、ID をつけてない限り、音声だけの配信でも、あのー、禁止みたいです、行為としては。 運営さんからすればね、ドラゴンクエスト10、スクエーニからの運営さんの見解としては、この行為は、あのー、ぶっちゃけ、禁止してる行為みたいです。ただ、YouTube としては、ええー、その、取り締まれないみたいですね。まあ、ぶっちゃけ言うと、妄想で、想像でね、してるかもしれない配信かもしれない。うん、声だけ流してね。 なので、画像も流してないので、取り締まれないっていうのが現実みたいですね。あくまでももうマナーの問題となっていくので、その配信者の。だから、結局そのマナーとして、その配信者はどう思うかっていうところみたいですね。うん。まあ、でも運営さん自体がね、よ,よ予期せぬことっていうことを思ってるみたいなので、いつかは取り締まられるかもしれないですよね。なんかできて。 で、さらに言えば、オートマッチングの問題ね。あのー、オートマッチング。まあ、ドラゴンクエスト10のバトルって、例えば、あのー、配信サーバー21、22って、サーバーって関係ないんですよ。バトルフィールドは専用のバトルフィールドっていうので、他の配信サーバー、NG のサーバーの人とも、マッチングすることがあるんですよ。で、その時に、え、じゃあ、 配信禁止の場所にいたにもかかわらず、バトルでね、えー、マッチングして配信に移ったじゃないかっていうトラブルがちょっとね、ちょいちょいあるみたいなんですが、まあそのトラブルを回避するために、今後個人のキャラクターを特定できないようにしたいというね、まあ運営さんは思ってるみたいです。うん。まあ例えば何かしら名前をね、米印にしたりね、あの配信禁止サーバーからマッチングした人は。 うん。っていう風にしたいみたいなんですけど、ただ、例えば、回復とかするときに、米印とか名前がたくさん羅列すると、誰か誰だかわかんなくなるから、ちょっとそこの問題があるから、もうちょっと時間がかかるみたいです。うん。ま、なので、いつかね、あの、配信がね、ちょっとね、あの、もう映りたくないんだよ、オートマッチングやりたくないんだよっていう方はね、 いつかね、あのー、その問題を解決してくれるように、運営さん動いてるみたいなんでね。まあ、ちょっと、もうちょっとね、待ってみればいいんじゃないですかね。はい、ということでね。はい、ドラゴンクエスト TV まとめっていう動画でした。まあ何の情報もまとめてないけどね。<laughs> うん。ただ、提案広場をな、な、あの、ちょっと流しちゃったですね。まあごめんなさいね。はい、今回はね。うん。まあ、次にね、多分じ、多分おそらくですが、10月上旬に、 やる、まあ、超ドラゴンクエスト 10TV、多分おそらくやると思うんですけど、まあそこではね、ターんとね、7.2の情報がね、来ると思うんでね、お楽しみにしてください。ってことで、えー、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。